こんにちは、わらきり抜刀斎です。今日はですね、じゃん、なんかね、こんなアンティークなね、メガネをちょっと手に入れたんですよ。まあちょっと知り合いにいただいたんですけれども、これちょっとかけてみますね。はい、こんな感じで、なんかね、このメガネなんか似てません？あのちょっと光ってるんですけど、あのルローニケンシンのなんか雪城絵にしのメガネみたいじゃないですか。こう丸くてね。ということで今回は、まあ雪城絵にしといえば、まあ今度ね、ルローニケンシンもまた今年の夏、また最終章に多分なると思うんですけども、また映画化で、今度やっぱり雪城絵西が多分最後に出てきて、俳優も新田真剣佑さんに、まあ、雪城絵西役でね、新田真剣佑さんに、まあ、決まったと、まあ、決まったってもう多分撮影は、まあ、ほぼほぼ終わってるんだと思うんですけども、ということで、まあ、公開前にね、ちょっと私も雪城絵西の技をね、まあ、再現してみたいと思いますんで、よろしくお願いします。技を再現するにあたって一応ね、単行本全巻持ってるんでちょっと読んでみたんですよ、どんな技やってるか。で、和刀術って言って、雪城絵西が使う技がね、で確かこれ中国の武術で、古福絶刀制っていうのが多分、奥義みたいな技なんですけども、あの描写がちょっと分かるかな、こんな感じで何やってるか分かんないんですよ。どうやって切ってるか分かんない描写で、まあ構えとかはね、まあ分かるんですよ、どういう最初構え方してるかっていうのは。あのこんな感じでね、載ってるんですけども、その間が、まあ、天かける竜のひらめきとね対峙するんですけども、まあ、それをこんな感じでこう避けるね、避けた後に攻撃するんですけども、その攻撃がこんな描写じゃちょっとね分かんないよね、これね。でもう次の瞬間にはもう剣心が切られてるっていう状態なんで、まあちょっと想像でしかできない感じかな。まあ実際の映画はどうやって再現されてるのかね、その辺も気になるところなんですけども、ただこれ切り口見るとこう袈裟か逆袈裟かどっちかで言ってるはずなんですよ、あの水平ではないね。なんで多分まあ袈裟か逆袈裟でちょっとね、まあ、再現っていうか、まあ多分その構えからのこう持っていき方っていうのは多分アレンジにはなると思うんですけども、ちょっとね考えながらやってみたいと思いますんで、ご覧ください。
はい、いかがだったでしょうか。雪白絵にしの技、まあ、2つほどねちょっとやってみたんですけども、消波統制はね、まあなんとか、まあ、形になってたんじゃないかなと思います。まあ古腹舌統制は、まあ、あのこうしゃがんだところからの切りに行くのはちょっとどうやったらいいのかっていうのはちょっと考えながらねやったんですけども、刀をねこう左にね、左手に持ってこういう状態なんで、こっから結局こっちが、上になってるわけですよ。そっからまあ例えばこうこのまま逆下さ行って持ち替えてやっぱり下さっていうのがまあスムーズなんじゃないかなっていうふうなことは考えましたね。でも この状態からやっぱりこうしゃがんで下でこう持ち替えるっていうのはちょっと現実的っていうかね、こう動作が多くなってしまって無駄が生じるので、こっからもこのままもう逆手、左逆手切りみたいな感じでこんな感じで切って、このね切った勢いで刀を回転させつつ持ち替えて切るっていうのがまあ一番ね私なりにスムーズな切り方なんじゃないかなっていうふうなね考えでちょっとやってみたんですけども、いかがだったでしょうか。まあ、実際ね、映画公開された時に、まあ、どんな形でねちょっと再現されているのかすごく気になるところなんで、まあ、もちろん映画見たいと思いますけれども、まあ、その前にねちょっと想像でやってみましたんで、まあ、もしねこうした方がいいんじゃないのとか、これが正解だよっていうのもし分かる方いたらねコメント欄の方にねコメントいただければありがたいなと思いますんで、今後ともよろしくお願いします。ぜひねチャンネル登録して、これからも引き続きわら切り抜刀斎チャンネル楽しんでいただければと思いますんでよろしくお願いします。まあ、基本的にねアニメの再現はなかなかやっぱり難しいので、まあそうですね、映画とか、まあ映画とかっていうのはワイヤー使ったりね、そういうちゃんと例えばなんかトランポリン使ったりとかっていう形でちゃんとしたねアクションをこうアニメに似せた形でやっぱり作るわけですよ。まあそういう道具もないし、やっぱり生身のね何にもない状態で刀一本でやるにはまあどうやったらいいかっていうのはねちょっと考えながらやってみましたんで、まあそういう映画とかアニメとか漫画とかと比べないでくださいね。実写で本当のなんだろう本当の生身の状態でやってみたらどうなるかっていうようなね動画ですんで、その辺をね楽しんでいただければと思いますんでよろしくお願いします。じゃあ本日はこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。